金ヶ島幼児から1977年9月は、日本の海軍軍人、実業家。最終階級は、海軍中佐、鹿児島県出身。1927年3月、海軍兵学校卒業。比叡、足乗り組を経て、囲碁第61潜水艦の砲術長、公海長。1935年10月15日。 以後第61潜水艦航海長より、ミネ風型駆逐艦7番艦、博士水雷町へ転任。1938年3月31日、浅潮型駆逐艦5番艦、浅雲春光とともに、浅雲水雷町に捕食。同年6月11日、浅雲水雷町から第2連合航空隊参謀へ転任。同年12月10日付で、 吹雪型駆逐艦十三番艦朝霧水雷町一九百三十九年九月六日種ヶ島は朝霧水雷町の二をとかれ、横須賀鎮守夫婦となる。十月二十日、第十二号総海底町に捕食。一九百四十年五月一日、第十号総海底町。十月十五日、筆若竹型駆逐艦一番艦。 若竹駆逐艦長に捕食される。10月20日、吹雪型7番艦薄雲艦長、新谷喜一中佐が、影老型駆逐艦14番艦谷風偽装委員長に転じたため、種ヶ島は駆逐艦2隻の駆逐艦長を兼務することになった。1941年2月10日、舞鶴防備隊副長、小山武雄中佐が、薄雲艦長を兼務することになり、 種ヶ島は、県務を説かれた。4月10日、ミネ風型駆逐艦8番艦、潮風駆逐艦長。種ヶ島は、潮風駆逐艦長として、太平洋戦争を迎えた。1942年11月20日、佐世保鎮守夫婦ヒアオグ付け。12月15日、白津湯型駆逐艦3番艦、紫駆逐艦長。百四十三年三月十五日、 村雨沈没に伴い、横須賀鎮守夫婦ヒアオグつけ、4月25日第一、輸送隊長。その後、海軍中佐に進級。第88警備隊司令。1945年8月、ブーゲンビル島にて終戦。1946年3月、予備役編入。戦後、佐世保知事新聞障害部長。1948年、上野海輸紹介。 文字、四日市、大阪各市店長、1970年、豊福海運常務取締役。種ヶ島は1942年12月15日府で、第四水雷戦隊機下の第二駆逐隊、白露型三番艦、村雨駆逐艦長に捕食される。1943年2月上旬、村雨は、ソロモン諸島に進出。3月5日、第二駆逐隊司令。 立花の正尾大佐の指揮下、駆逐艦2隻は、ブーゲンウィル島イン基地に輸送を実施する。キロ、ビラスタンモアヤ1において、米駆逐艦軍のレーダー射撃攻撃を受け、2隻とも、沈没。種子島は、自力での20時間の漂流の末、コロンバ柄基地に収容された。内地機関、横須賃樹夫婦を経て第1輸送隊長に就任。 当時米軍の猛攻の前に玉砕寸前だったコロンバンガラ島守備隊12000万2000名を一隻の護衛艦艇もない状況の中で大発艇100隻で救出し 200km 離れたブーゲンビル島に撤収させる戦後作戦を成功させた。ありがとうございます。